世界遺産中城城跡。今からは想像がつきにくいが、ここは琉球の歴史上悲劇が起きた場所。今から550年ほど昔、琉球を震撼させた大事件が勃発。世に言う御左丸雨割りの乱である。ここ中城、勝連、そして首里において、さまざまな人間模様がうごめく謎の多い事件である。舞台は15世紀中頃、争いの時代から琉球国統一世となり、およそ30年、琉球は大交易時代に突入し、東アジアにおいて地位を確立していた。しかしながら、各地にアジと呼ばれる実力者が息を潜めていた。その中でも独自に交易ルートを持ち繁栄しつつあったのが、勝連アジ雨割りである。雨割りは勝連の民衆からも広く支持を得、いつの日か首里王府にとっても無視できない脅威となっていった。一方、昭和仕様とともに統一琉球王国を打ち立てた御左丸は、王命によりこれを牽制すべく、ザキミグスクから中城に移る。当時の国王は昭和氏五男昭太久王。王妃は御左丸の娘である。御左丸からすると、娘婿でありながら自らの主君でもあり、王国の長である。忠実に任務をこなし、勝連雨割りに備えグスクを整備していった。しかしこれが裏目に出てしまうのである。無常の風は時を選ばず、主君に仕える御左丸がこともあろうに王府から逆賊とみなされてしまうのだ。この続きは次回。